今日原告の代表たちが熊本地裁人吉支部に訴状を提出しました。人吉市は市中心部で災害公営住宅の建設を進めています。この災害公営住宅について人吉市に住む原告317人は4年前の豪雨で浸水した地域での建設は適切ではないと人吉市の松岡隼人市長に土地の購入費としてすでに支出したおよそ7000万円を支払い、住宅購入費として予算に計上しているおよそ18億円を支出しないよう求めています。原告の代表は浸水地域への災害公営住宅の建設は暴挙だと訴えています。